今助けを求める声が聞こえてきましたか？駆けつけたのはスーパーマンではなくこの人たちでした。彼らの素早い反応で命がどのように救われたのか、ワオテレビの動画をご覧になってご確認ください。秒単位で進んだドラマチックな救出劇でした。幸いなことに勇敢なこの青年がギリギリのところで掴みました。危険な車があるのを見つけ、走行していた車から人々が一斉に飛び降りました。炎が出ていましたが誰もひるみませんでした。時間との戦いでしたが、車から救い出せ全員無事でした。60歳以上なら一人で外出するときには注意が必要です。遅れていたら状況はさらに悪化していたでしょう。次はサブウェイに現れた失礼な行動をしたお客さんです。目撃した元レスラーの男性はすぐさま行動しました。警察が到着するまで簡単に抑え続けました。ほんの一瞬の小さな行動でしたが、いい結果をもたらしました。悪者はいつもすばしっこいですが、忠実な護衛ほど早くはなれません。マグニチュード 7.4 の地震が発生した時、看護師たちがすぐに取った行動は自分たちを守ることではなく子供たちを守ることでした。道路にはいろいろなものがあり、これは間違いなく通行の妨げとなりました。バイクの男性は無視して先に進むことができましたが、ヒーローはそういうことはしません。ウォールマートに買い物に来ていたお客さんが一発で万引き犯を足止めしました。この婦人のコートがシャッターに挟まってしまい、不幸なことが起きてしまいました。店員がすぐに来たので、女性の体もコートも問題はありませんでしたので安心してください。ほとんどの人は息ができなくなっているのを見ると怖くなりますが、それが子供の場合はなおさらそうなります。小さなスーパーヒーローだけが分かっていました。一番の解決は大人に知らせることです。失礼なことはここでやめるべきです。適切な人が間違った場所にいることで世界に大きな変化を起こすこともあります。知らない人が警告してくれたおかげで最悪の状況は回避できました。3人のうち最初に女性の異変に気づいたのは一番遠くにいた男性でした。このような緊急事態の時は勇気だけではなく救助の技術も必要です。助ける人と助けられる人の安全を守る原則となります。お父さんの反射神経が辞書に載るのにふさわしい理由です。
地震の時、若い世代はどうすると思いますか？生き残るために走りながらも、周りの人々にも気をかけています。仕事中はいつも安全には注意してください。スーパーヒーローがいつもこの世に現れるとは限らないからです。次に見る救助劇であなたは驚くでしょう。湿地に迷い込んだ自閉症の少女を探すため、警察は赤外線カメラを搭載したヘリコプターを出動させました。優しいハグで彼女の心は慰められました。これは全てのカウボーイにとって悪夢となるようなことです。しかしお父さんの愛と勇気のおかげで奇跡が起こり、この事件の後何も問題は起こりませんでした。お母さんが行動を起こすまで5秒もかかりませんでした。娘のストーカーを逮捕するため警察に通報していましたが、最終的に捕まえたのは彼女でした。短い昼休みを楽しんでいましたが、命を救う機会は逃しませんでした。おそらくこれが一番予想もしなかったような知らない人の訪問でした。物を届けるためではなく、財布を落とした人に返すためにやってきました。この小さな良い行いは SNS 中に広まりました。 My faith in humanity gets shattered every day, but it keeps getting rejuvenated with these videos. たくさんの人がいる中で、バイクに乗っていた人が一番最初にオーバーヒートしている車に気づきました。彼は車の運転手を助けるだけではなく、周りの人にも力を合わせるよう声をかけました。何時間も海に浮かんでいたのを発見された時、息子はまずお父さんから助けるよう頼みました。ルイビルにある橋でトラックが何時間も転落しかかっていました。救助チームはまず閉じ込められたドライバーを車のドアから出すことを優先しました。ドライバーの安全が確保された後、クレーンを使ってトラックを橋の上まで戻しました。なぜ彼らは嵐の中に飛び出したんでしょうか。実は暴風雨の中で苦しんでいた親子を助けるためでした。この泥棒はセキュリティに弱点があるのを見つけ、悪いことをしようと思いました。しかし風雨にも現実に現れたスーパーウーマンたちと遭遇してしまいました。
来る波が救助活動をさらに難しくしました。しかし親切な男性たちは諦めず、女性を無事に岸まで上げました。その勇気ある行動に対して2人はカーネギー賞が贈られました。 She was just crying, saying, thank you, thank you, thank you. このマントを着ていないヒーローを応援するためにもいいねをお忘れなく。この少年の観察力と判断力は賞賛に値します。知らない人への助けでも気持ちが温かくなりました。わずか数秒でこの有名な配信者は女の子が不審者につけられていることに気づきました。この狡猾な2人組の店の人の注意をそらして盗もうとした計画はほぼ成功するところでした。しかし知らない間に外にいた人が全てを見ていました。ヒーローがすぐに現れるとは限らないので、子供からは絶対に目を離してはいけません。男性の度胸でヘラジカは混乱しました。いつもいい結果になるとは限らないので、野生動物に近づくことはお勧めしません。目に見えないお母さんが迫り来る列車から我が子を助けようとしましたが、保線員は親子を助けるため全速力で走りました。みんながヒーローです。Make all of these buildings collapse. 記者にとって一番大事なことはニュースです。We see a mother with children. しかしこの男性は他に優先すべきことがありました。それは地震の被害に遭った女の子を安全なところに連れて行くことでした。動物の直感は天気の観測のための機械よりも敏感です。この犬は不思議な感じに反応したので、飼い主は安全なところに移動する時間がありました。急な坂道を運転するときは注意してください。その場にいた人たちに助けてもらえたので安堵することができました。ホスキー、幸い近くにいた配達員が男の子の叫び声を聞きました。ビルバオではその場に出くわした人たちがそれぞれの予定を中断し、バスの下に挟まれた人を救うため力を合わせました。この出来事を見てコミュニティ全体の優しさから生まれる強さを感じましたか？感じられたらそれを広めるためにもワオテレビのチャンネル登録をお忘れなく。
急いで船にたどり着かないといけません。船員たちは閉じ込められた4匹の子猫の命を救うためにもうこれ以上待てませんでした。船の近くを移動するときは十分に注意してください。そこから出るのがどんなに難しいかよくわかると思います。優しい大人は優しい子供から育ちます。オーバー、オーバー、ブラボー。 Are you okay? Wait. 7.1 の大地震が発生したとき、手術を中断して逃げるような医師や看護師はいませんでした。彼らは自分の安全よりも患者の命を優先しました。ドライバーの様子がおかしいことに気づき、13歳の少年は冷静にバスを止め、すぐに救急車を呼びました。このような状況に巻き込まれた人にこれは役立つ教訓となるでしょう。このビデオを見た後、防犯のためにも犬を飼うことを検討してみてください。偶然トラックが燃えているのを目撃したらどうしますか？この人たちは声をかけるだけではなく、すぐに追いかけました。Here's what happens to him on board. Old supporter hits that, gets a crack in the face. スポーツで一番助けてくれるのは特に対戦相手であったりもします。Pushes him back into the saddle. What tremendous bit of sportsmanship that was from Danny Mullins helping. かわいそうなこの白鳥は長い首が柵に挟まって全く身動きが取れませんでした。唯一の希望の光は通りすがりの人の手からもたらされました。ほんの数秒親が注意しないとこんなことが子供に起こる可能性があります。人が助けられるところを見て、体が不自由なこの男性は座ってはいられませんでした。体をうまく動かせませんが、彼は飛び込みボートに乗るまで支え続けました。バスが運転中にドアを閉める理由です。車掌さんがタイミングよく支えていなければどうなっていたのか想像もできません。煙に包まれた車の中に閉じ込められた犬を助けるため、警察官は時間との勝負を必死にしました。
まだ気づいていないかもしれませんが、飼い主が愛する友人を失う危機からも救いました。他人の命を救うヒーローには誰でもなれますが、それを選んだのはこの男性だけでした。彼は仕事として働いているのではなく、自発的に、そして地域の奉仕のために働いています。団結すれば不可能なことはありません。最初この犬は女の子と遊びたかっただけかもしれませんが、状況は徐々に悪くなりました。彼女を守る猫は許しませんでした。異常な動きをしていた車に、走行中の車のドライバーの注意が引かれました。合図をした後、すぐに窓から車を止め、中の人の健康状態を確認しました。二人の利用者が一目見て危険だと気づき、すぐに対応しました。Side by side spins now. Oh my god. Here comes the medics out onto the ice. 実際のヒーローにはマントもメダルも必要ありません。ワオテレビの視聴者からの感謝の気持ちが一番の報酬となるでしょう。ぜひチャンネル登録して、これからも素晴らしい動画をお楽しみください。